皆さんおはこんばんちょです。パパスです。今日は今バラバラにしていってるミラジーナさんのドアロックアクチュエーターを社長にフロントですね外していってもらいたいと思います。お願いします。マジで言われへん車の部品え絶対があるあれ一生無理やったもんね発音でドアロックでよいしょ。ほんでうんいでガラスを上げなあかんのと、はいでウィンドレギュレーターのこの一体パタッと外さなあかんから、はい、この状態だからウィンドレギュレーターを外す手前の状態、はい、でレギュレーターをここにつけたままでもええと思う。カップラも抜かんで、はい、で、まあ、こういう状態ウィンドレギュレーターがついた状態やからガラスとちょっと分離してもうてそれはまあウィンドレギュレーターの動画で見てもうて、はいうん、こういう状態ね、はい、ちょっと浮いてる感じ外されへんからでさっき途中でやめてんけど、はい、これちょっとガラスが落ちひんように絶対気をつけといてもって、はい、でこれ、うん、ドアロックの、うん、ついてるこれインナーハンドルか、うん、これ越しちょっと外そうと思ってるから、うん、まあまずこういうやつは、うんうん、パパンと外してもうたらえねちょっと割らんように引っ張るだけは引っ張るだけ、うん、で、うん、ここのビスを、はいうん、外してもうて、な、プラスで。これちょっと他と違うネジ使ってるから、気をつけてもうて。はい。で、スライドすんねんけど、こいつがピンで止まってるから。ここのね、ちっちゃい。で、キュッと裏からピュッと握ったらポンと外れんねんけど、まあ、外してからしようか。この説明はね。これせっかく外してるから、裏からこう落とした浮いてるもんでどっちかやったかな手前にスライドさせたらそうこれか引っ掛けはこうつまんでもうてあんまりドライバーとかだったら割れるからキュッとつまんでも手で全然いけるそうそう入れる時はグズッと刺してバチッとで引っ掛かり部分がここですねこんな感じで引っ掛かりこいつはなちょっときついから勝手いな割らんようにしてもああでまあワイヤーはここポンとしてるからもう取って抜いてもってこういう感じわかる緑がした私は緑したなまあもうとりあえずこれ抜いとくわな緑がしたこれもこの辺ピョンと後ろからでこっちは引っ掛けやからで上から引っ掛けてるからね引っ掛けてこっち持ってきてしの字のことやな間違えることないわこっちに入ることないからこっちは玉下の方は玉ねこっちの方は引っ掛け間違えることがないっていうねそうだね確かにほんではいまあここまでしてもたらまあこれ外す発展はまあ自由はいで言うの忘れとったけどさっきドアロックアクチュエーターのカプラ黒いのまあ押すだけ裏に押すとこあるからねはいこうついて押してもっていうねはい今足足りてなかったじゃあちょっと足りてなかったからちょっとびっくりしたほんでこれはそんなに硬いことないからこういうデカドラねはい台まあ俺が言うデカドラ台にほんまはまあ映像してるからちょっとやりにくいんだけどグッとお腹かなんかに乗せてでポンとこういうまあ工具の入るやつねはいこういうやつコンってな。まあそれでも硬い人はこれな、食ドライバーの使い方さして叩くんちゃうでぐじゅってこう分かる回るの分かる緩める方に回してもうてでぐっと効かしてポンと分かるほうまあ、押すのは一緒やけどみんなフリーにしてポンポンポンとしてるからどっちか分からへんやん。でこれでまあ、はい、緩むっていうね。へえ、勝手になるんやと思ってた。ショックドライブの叩いたら勝手に緩むんちゃうかなって。締める方もいけるから。うん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 。でまあ、はい、さっきこれはやってもらったけど、はい、ちょっとこのドアがビューっといくレールがあんねんな。うん、そいつが邪魔になって倒されへんから、うん、ここに遠見りがあんねん。あ、ほんまや。うん、はい、フラップス3本の下に遠見り。うん、うん、これね、ちょっと見にくいけど。うん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 。だからなあ、そこでほんまこれこっち側レールがふにゃふにゃってる。ほんまや。うん。で結構邪魔やから抜いた方がええねんけど、このゴムが次入れにくい。あ、これいけるわ。これいけるわ。差し込みや。うん。差し込みが大変やけど。で、はい。もう一個忘れとって。先にこいつ。あ、アウターハンドルのこれか。こいつを先に一番に外しとかなか。遠見なんかな、ちゃうな。これは何や。これは。はい。差し込み。差し込みか。うん。はんはんはん。ちょっと、はい。ちょっともう照れくなってるから、この、さっきこの、ドアのサッシ。はい。ああ、これ、出てきた。サッシと、はい。カプラーと、はい。こいつは先な。はい。よいしょ。ちょっと狭いから。はい。ここにまあドライバーなんかついてもうて、うん、ちょんとわかる？刺さってるだけやから、これが刺さってるだけやから、ほんまはここ押したらいけんねんけど、はい、狭いしちょっとやりづらいから、だからほんまはちょっと CRC かなんか入れて、はい、ここグッとやってもらったらポッといくねんけど、ちょっと硬いかな、はい、硬い場合はちょっとこのここに刺さってるピンのここをポンとポンと抜いてもらって、でキーのところもね、で鍵は鍵の時でやってるから、もう事前にやってるからでレール外して、で最後にこれね、ここね2本3本やけど最後の2本だからちょっと後先がだいぶなったけど。いった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 、で取り付けはこれを締めて、はい、あとは全部つけていったら、であと最後これちょっと邪魔くさいけどね、はい、これとこういう感じだけど、ちょっと待ってな、こいつがすぐに入るかどうかね。せやな、こっちからもうっすら見えてる、見えへんな、先っちょこいつが、これをあ、いける。ここにガラスの方、ガラス、こうガラスがここあり、で下から入れたらここに入んねんな。でガラスの際入れたらぐちょっと入るとこあるわ。自然に入るっていうの。まあこれは感覚やな。はい、見てやるんじゃなくて感覚で、このガラスを縁に入れてもうて、この縁に入れてもうて、ガサッて入れたらちょうど合うわ。入った感があるわ。なんかあったもんね、スコっていう、なんか、あったあった、今見てたら。まあまあ案外簡単や。ほう、いい感じでした。ドラッグが効きへんたらもうこいつ。こいつ。交換。交換。はい。これは効くやつやな。これは。これ動作確認してるから、ドア開けたらガチャッとするやつね。こんな感じです。ドアロックアクチュエーターを今日は取っていきました。こんな感じですね。よかったら皆さんも作業の参考にしてみてください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。